リチャード・アレン・ステンゲルはアメリカ合衆国の編集者、著述家であり、元政府関係者である。2006年から2013年までタイム氏の16代目編集長を務めた。2004年から2006年まで国立憲法センターの最高責任者を務め、2014年から2016年までバラク・オーバマ政権下で国務次官を務めた。ステンゲルは ネルソン・マンデラの自伝、自由への長い道の共同執筆など、多くの著書を執筆している。ステンゲルは、MSNBC のオンウェアアナリスト、スナップ・インクの戦略アドバイザー、大西洋評議会の特別フェローを務めている。2019年の著書インフォメーション・ウォーズ、How We Lost the Global, Battle Against Disinformation and What We Can Do About It では、国務省で、 ロシアの偽情報や ISIS IS のプロパガンダに対抗していた頃のことを衝述している。ステンゲルはニューヨーク州ニューヨーク市で生まれ、ウエストチェスター軍で育った。プリンストン大学に入学し、同大学のバスケットボールチームで1975年のナショナルインビテーショントーナメントに出場した。1977年にマグナカムラウデイで卒業した。大学卒業後は、 ローズ奨学金を得て、オックスフォード大学のクライストチャーチで英語と歴史を学んだ。ステンゲルは1981年にタイム社に入社し、1980年代前半から半ばにかけて同市に寄稿した。当時の記事の中には、ローリングストーン地でも取材した南アフリカに関する記事がある。その後、タイム氏のシニアライター兼エッセイストとなり、 1988年と1996年の大統領選挙運動を取材した。タイム誌で仕事をする傍らで、ザ・ニューヨーカー誌、ニューリパブリック誌、スパイ誌、ニューヨークタイムズが見にも執筆し、コメンテーターとしてテレビにも出演した。1999年にはプリンストン大学教授に就任し、ジャーナリストとしての経験をもとに政治と報道のコースを教えている。 また、彼は、MSNBC のオリジナルのオンエアアナリストの一人で、ある。ステンゲルは1999年に、タイム社を退職し、2000年の大統領選挙の民主党候補に立候補したビル・ブラッドリーの、シニアアドバイザー兼チーフスピーチライターとなったが、アルゴアに敗北した。ステンゲルは2000年に、タイム社に戻り、タイム .com の編集長に就任した。 タイム社が2000年5月に発表したように、ステンゲルは、リチャード・ダンカンの公認として、ニュース報道と編集内容の監督を担当した。ステンゲルは、その後、同志のナショナルエディターなど、タイム社で、いくつかの役職を歴任した。ステンゲルは2004年2月に、タイム氏のナショナルエディターを辞任し、同年3月1日に、フィラデルフィアにある博物館、 国立憲法センターの官庁兼 CEO に就任した。前官庁のジョートルセラが会議員に出馬するために辞任したため、その公認となった。ステンゲルは同センターの知名度向上、寄付金の増加、来館者数の増加などに貢献した。NCC では、ジャーナリストのための憲法トレーニングを提供するピーター・ジェニングス研究所の立ち上げ、2006年の コンスティテューション高校の設立、教師のための研究会の開催などを行い、2006年からはフィラデルフィア自由賞の選考、授与 NCC が引き継いだ。2006年、ステンゲルは再びタイム社に復帰し、今度は同志の編集長に就任した。2006年5月17日にタイム社の編集局長のジョンヒューイによって就任が発表され、 2006年6月15日に同志の第16代編集長に正式に就任した。ステンゲルは世界最大級の雑誌であるタイム氏とそのオンライン版のタイム .com のほかタイムブックスタイムフォーキッズを監督した。ステンゲルが最初に取り組んだのは2007年初頭にタイム氏の店頭販売日を金曜日に変更したことであった。これに続いて グラフィックデザインの野心的な刷新や雑誌の内容の変更を実施した。これらに関しては彼は雑誌をより生鮮されたものにして読者に未消化の情報ではなく知識を提供したいと考えていたと述べた。彼は戦争や政治に関する報道を増やしタイム誌の編集の性格をより重視したものにした。編集長に就任した最初の年、 ステンゲルはこの年のパーソン・オブ・ザ・イヤーをあなたとすることを決定した。これはユーザー生成コンテンツの生成者という意味であったが多くのメディアで報道され批評の対象となった。2010年にはソーシャルメディア関連の人物として Facebook 創設者のマーク・ザッカーバーグをパーソン・オブ・ザ・イヤーに選んだ。2008年、ステンゲルはタイム氏の象徴である表紙の赤の縁取りを変更する。 ことを承認した。これは赤の縁取りの採用以来2度目のことだった。環境に焦点を当てた特殊号合で縁取りを緑に変更した。この表紙は上ー,ーゼンタールの写真、硫黄島の正常期を改変して正常期を木に置き換えたもので一部の退役軍人グループから批判を受けた。この表紙についてステンゲルは地球温暖化と 気候変動に対抗するためには、第二次世界大戦の遂行と同じくらいの努力が必要だとの信念を述べた。彼の指揮の下タイム氏は世界の重要な出来事を報道してきた。イラク戦争の報道では、彼は社説で目を背けないことを人々に思い起こさせることの重要性を説いた。2008年の大統領選挙の後、次期大統領に選出されたバラク・オバマを、 2008年のパーソン・オブ・ザ・ヤーに選出した。2010年12月のタイム氏の表紙記事では、ウィキリークスのスポークスマンであるジュリアン・アサンジにスカイプでインタビューを行い、アサンジはヒラリー・クリントン国務長官の辞任を求めた。ステン・ゲルは2010年11月にニューズウィーク氏の2010年のパワー50リストで41位にランクインした。また、CNN の アメリカンモーニングや MSNBC のモーニング場などの番組にも定期的に出演し同志のプロモーションを行った。2012年にはタイムドットコムのビヨンド Q11 ポートレイツ・オブ・レジリエンスのエグゼクティブプロデューサーとしての仕事が評価されニュースドキュメンタリーエミー賞を受賞した。またタイム地を代表して全米マガジン賞のマガジン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。 同年5月には、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相にインタビューを行い、ネタニヤフ首相をイスラエルの王と称した記事を掲載した。2012年11月には、この年にエジプトの大統領になったムハンマド・ムルシーとのインタビューを行った。このインタビューの中で、1968年の SF 映画、猿の惑星にに対するムルシーの発言が、 メディアの注目を集めた。アラブ首長国連邦、アブダビにあるサワブセンターを訪問した時のステンゲル。これは、アイセルに対する世界的な連合を支援するための初の多国籍、オンラインメッセージング及びエンゲージメントプログラムである。2013年9月12日、ステンゲルはタイム社を退社し、公共外交、広報担当の国務次官に就任することを発表した。 2007年9月、ステンゲルは The Case for National Service というタイム誌の表紙記事を執筆し、アメリカ人は社会奉仕やボランティア活動に参加するための努力を倍化させる必要があり、2008年の大統領選挙において大統領候補者はこの問題を最優先事項とする必要があると主張した。この記事をきっかけとして BE ザチェンジシティアー。 シビックエンタープライゼースなどの国家奉仕団体と関わりを持つようになり、国家奉仕とボランティア活動を推進する100以上の団体の連合体であるセルビソンションを結成した。2008年9月11日にコロンビア大学で開催されたセルビソンションが主催するプレジデンシャルフォーラムオンナショナルサービスにアメリカ大統領選挙の候補者両名の出席が実現した。ステンゲルは PBS ジャーナリストのジュディ・ウッドラフと共にこのフォーラムの共同司会を務めバラク・オバマ上院議員とジョン・マケイン上院議員は生の聴衆の前で国家奉仕の計画について質問に答えた2008年9月12日ニューヨークで開催されたセルビソンションサミットではキャロライン・ケネディ、ヒラリー・クリントン上院議員、ローラ・ブッシュ大統領夫人、 マイケル・ブルームバーグニューヨーク市長らと共に講演を行った。2009年2月には、アッシャー、ハリスウォスォード元上院議員らと共に、米国会員教育労働委員会で国家法師の重要性について証言し、エドワード・イム・ケネディ・サーブ・アメリカ法の可決につながった。ステン・ゲルは公共外交、広報担当国務次官として国務省の広報活動を近代化し、 すべての大使館のソーシャルメディアへの対応や、新しいデジタルプラットフォームの活用により、アメリカから世界へ向けての情報発信ができるように、した。ステンゲルは、国務省の対 ISIS、メッセージングセンターである、戦略的対テロコミュニケーションセンターの管理や、国務省初の対ロシア情報ハブの立ち上げなど、国務省の対情報活動を主導した。これが、最終的には、 グローバルエンゲージメントセンターを創設する行政命令につながった。彼はまた平和部隊と国務省の間で世界中で英語を教えるための政府全体の取り組み、イングリッシュ・フォー・オールの創設にも貢献した。2016年12月、ステンゲルはアメリカ史上最長の公共外交、広報担当国務次官となった。ステンゲルは MSNBC と NBC のオンエアアナリストとして、その日の政治ニュースにコメントしている。また、スナップインクの戦略アドバイザーとして、主にコミュニケーションを担当している。世界的な人道、貧困救済団体ケアの理事も務めている。ステンゲルは何冊かの本を出している。ジャニュアリーさん、ワンデー、スリーライブズ、エーサウスアフリカンタウンは、1990年に、 出版された南アフリカの農村部に住む3人の男性の生活を描いたノンフィクション作品である。You are to kind, a brief history of flattery は2000年に出版された社交事例に関する一般的な歴史についての本である。2010年3月に発売されたマンデラ S.A. 15 lessons, on life, love and college は ステンゲルとネルソン・マンデラとの個人的な交流をもとにしている。この本は、ビル・クリントン・米大統領、ディーパック・チョップラ、ハーバード大学のヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアらから賞賛を受けた。2012年には、ザ・コンスティテューション、ザ・エッセンシャル・ユーザーズ・ガイドの編集と執筆を担当し、現代の出来事とアメリカ憲法の関連性を探った。 ステンゲルの著書で最もよく知られているのはマンデラとの共同執筆による自由への長い道、ネルソン・マンデラ辞典である。1992年、彼は出版社のリトル・ブラウン社とゴーストライティング契約を結び、アフリカ民族会議から適切な執筆者であるとの許可を受けて、この本に取り組んだ。この本は1995年に出版され、フィナンシャル・タイムズが見に、 彼らのコラボレーションは確かに20世紀の偉大な自伝の一つを生み出したと称賛された。ステンゲルはその後1996年のドキュメンタリー映画マンデラの共同プロデューサーを務め、この作品はアカデミー賞にノミネートされた。2019年の著書インフォーメーションウォーズではロシアの偽情報と ISIS IS のプロパガンダに 対抗するための彼の努力と偽情報の世界的な流行と戦うことを任務とする政府機関であるグローバルエンゲージメントセンターの設立に至る彼の国務次官時代の話である。同社の最終章では通信品違法を改正して大手プラットフォーム企業にコンテンツに対する責任を負わせることから高校でのメディアリテラシーを 必修科目にすることまで、偽情報について何ができるかを詳細に説明している。ステンゲルは、南アフリカ出身のメアリー・ファフと結婚し、息子を二人設けた。メアリーとは南アフリカで、ネルソン・マンデラの自伝に取り組んでいる時に知り合い、マンデラが、長男の名付け親となった。ステンゲルは2009年に、ウィッテンバーグ大学から、2011年に、 ビィートン大学から2012年にバトラー大学から名誉博士号を授与された。ありがとうございます。